1番、1990何年だか忘れたけど、目から鱗セブンです。年末の武道館のその最近恒例でやってる、毎年やってる、イエローモンキーがオリジナルメンバーになった日が12月27日で、でたまたまその日がコンサート武道館であって、それのまず第一弾目が目から鱗セブンだったんですけど、まずそのパールライトオブレボリューションっていうアマチュア時代の曲があって、それをこうレコードではその偽物のストリングスが入ってるんですけど、でまあこうロックはそのいわゆる何だろうな、自分の夢とかその魔法みたいなのをね、なんかこういつかこう何だろう叶えたいなみたいな曲で、すごいこうまだ今みたいな状況じゃない時に作った曲なんですけど、その曲を武道館でこうやって、で本当に実際にオーケストラが入ってやらせてもらったんですけど、なんかそれはすごい込み上げてきたな、なんかいろいろ。なんていうのかな、一箇所じゃなくてツアーで紫の炎っていうツアーがあったんですけど、それはずっと野外でスタジアムクラスでやってたライブで、それはもう本当天候にもねこうギリギリ恵まれてって感じで、本当気持ちよくできたライブっていうかツアーの一つですね、はい、ライブをやる理由、今となってはやっぱ本当昔はなんか好きだから、単に好きだからとか言ってやってたんだけど、今となっては本当自分を表現できるなんていうのかな、最大のこう場所っていうか、そこが結構全てみたいなとこはありますね、はい、そのためにやってると言っても過言じゃないかな。なぜかやっぱり東京なんですけど、この間のツアーの最終日の横浜アリーナ、もしくは一番最初の武道館、この2つは全然意味合いが違うんですけど、気持ちよかったという意味では、ナンバーワンナンバーツーを争うライブでしたね。理由はね、なんかやっぱりお客さんとの一体感がすごく感じられたっていうのがやっぱり一番大きいですね。じゃあなぜライブをやるのか、それが欲しいからだと思います。やっぱり自己満足じゃいけないし、そのお客さんの前でやるっていう意味にはそういうものがやっぱりあるんで、一体感というかそれがあるからこそやりたいしできるという。イエローモンキーの、ひいては広瀬陽一のなんか存在証明じゃないけど、俺はここにこうして生きているぜみたいな、大げさかな、でも、そんな感じですね。今を生きてるというか、その瞬間瞬間のもので、もちろん CD にもそういうソウルっていうか魂をぶち込まなきゃいけないんですけども、やっぱり、ステージに上がることでその瞬間をなんか、生きてる感じを証明したいというか、自分にも言い聞かせたいし、みんなにも聞かせたい感じですね。
キュー横浜、とても気持ちいいです。イエーイ、イエーイ、また盛り上がってもらって、イエーイ、さあ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 、これからですね、君たちに贈る歌を歌います。イエーイ、俺たちと、君たちのなんていうかな、まあテーマ曲だったらいいかななんて思っております。一緒に歌ってください。イエーイ、
リエイトしなければいけない、うん、何らかのモチーフあったとしてもそれもうほとんど自分たちでクリエイトしなきゃいけないっていう部分も来てると思うんですよね。あんたたちもっと本当にちょっとした発想ですごい面白いことができるはずなのにもっとやってくれよってそういうところまで行ったんだからっていう声が聞こえてくるの。でそのためにはもしかしたら犠牲になっちゃう人が出てくるかもしれないんですけどこれやっぱりその聞いてくれる人っていうかあとは自分の音楽性とか自分のやりたいことをまず久々に誰もやってないことやりたいなって思います。今
そして、ザ・イエロー・モンキー。
Thank you.
人たちだけでいいです。イエーイ。ロックを守っていきましょう。イエーイ。イエーイ。